どうもチュンティビです。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で今日の動画はですね、バルゴ杯最強ウマ娘ランキングをやっていきます。で一応明日アグネスデジタルが新育成ウマ娘として実装されます。なんでそこ含めてっていうのもやりたかったんですけども、なぜ今日ここのタイミングでねこれを上げているかというと、バルゴ杯までの日数がもう結構ないです。21日から予選が始まって、まあ、決勝までだともう少しね1週間ぐらいあるかもしれないんですけども、そこまでもね育成する時間っていうのもかかりますので、なるべく早く動画を出したいということで上げさせていただいております。で今回ね最強ウマ娘をリストアップしてるんですけども、一応ね全ウマ娘ではないです。でそこから強いものを少しピックアップして紹介しております。で今回ランキング出すんですけども、このランキングにいないからといってバルゴ杯で完全に勝てないというわけではありません。で一応ですね、水木マルゼンスキーが今現在めちゃくちゃ強いっていうのもあるんですけども、やっぱりね実際水木マルゼンスキーの所持率とかを考えると、まあ、持ってない人と当たる可能性とかねマッチングにもよるというのがありますので、全然ね勝てるウマ娘はいっぱいいると思います。その中で今回は強いウマ娘をねピックアップしているということです。で今回の評価項目なんですけども、まずは固有スキル、そして覚醒金スキルで、あとは成長率、補正ですね、スピード 20% とかそういうやつで、あとは適正についても言っています。これも青春杯でね本育成することが多いので、適正が少なければ少ないほど狙ったスキルを取りやすいという意味です。であとはエトセトラ ETC になってるんですけども、ここに関しては一応入手難易度とかも加味してっていうところも解説することがありますので、ここには一応そのね入手難易度とかも少し含まれてくるということです。はい、ということで早速私が考える個人的ランキングの方を発表いたします。ランキングはこちらとなっております。まずは S ランクティア、ティア1はマルゼンスキー、水木マルゼンスキーの方ですね、ここに入ります。やはりルームマッチもやっていても勝率的には、まあ、50-60% ね水木マルゼンスキーの勝ち目があるということで、その水丸のね仕上がり度にもよるんですが、やはりメタのトップは水木マルゼンスキーとなると思います。そして A ランクティアなんですけども、このように上げさせていただいております。でちょっとねこの A ランクティアとか S ランクについてはゲーム内のねその適性とかも見ながら話していきます。でそこから BC とつながるんですけども、 BC に関してはこの表を見ながらね、カテゴリーのくくりがあるのでそこで解説いたします。なんでこの B の中でも上下とか C の中でも上下とかあったりするので、ここら辺はねアバウトなものというふうに見てください。はい、ということでまず S ランクティアは水木マルゼンスキーですね。まあ、ここはもう解説するまでもなく、まあ、強いということは皆さん分かってるかもしれません。で改めて強いところを言うと、やはり成長率が青春杯に適しています。賢さの 15% も非常に強いです。でスピード成長率も 15% で、もう一つ強いところなんですけども、これが適性ですね。適性が芝、そしてマイル、逃げというね、ここが A になっているんですけども、青春杯の爆発では A のこの適性からスキルがつくことがあります。なんでマイルコーナーとかね、まあ、逃げコーナーとかそういうのが取りやすい。他の適性があると他の中距離コーナーとか出ちゃうことがあるんですけども、ここが厳選されているというところもマルゼンスキーの強いところです。であとはねグッときて中、この固有は中盤押し上げに非常に強いというところで、まあ、そこがね水木マルゼンスキーが猛威を振るっている理由でもあります。であとはねスキルポイントとかね、スキル構成にもよるんですけども、マイルの支配者、そしてスピードイーター、これは強いですね。スピードイーターは取れるなら必ず取っていきたいような非常に強いスキルになっております。このスキルに関しては一応スピードを相手のを下げるという効果もあるし、あとね自分にも、スピードアップがかかります。イーターで奪うという効果があるので、自分のスピードアップ、まあ、白スキル1個分のスピードスキルみたいな感じでもなるので、そこも非常に強いところです。であとはこの固有スキル発動のトリガーとしてコーナー回復、そしてまあジャジャイマ娘、まあ、勢い任せでいいんですけど、そこら辺を取れるっていうところも非常に強いです。なんでまあここら辺でも本当に無駄がないというところが水木マルゼンスキーの強いところです。はい、そして次にですね A ランクティア行きたいと思うんですけど、ウォッカですね。ウォッカはまあここら辺ではやっぱりまあ S にしてもいいぐらい一応ね多分いろいろ見ることが多いと思います。それはやっぱり育成のしやすさだったり、まああとはねそのスキルの良さとか含めまして、これはまあ S にもしていいぐらいの A ランクとなっております。実際ルームマッチやってもウォッカはかなりのねその採用数があると思います。でウォッカに関しては適性はねまあ4個の適性があって、まあ芝を抜かすとね3個の適性です。
なんで、まあ、青春の育成にも悪くないところがあります。で、強いところ一つ目がまず成長率ですね。パワーの 20%、 そしてスピードの 10% と無駄がないというより、むしろパワー20というのは非常に強いです。これはスピード練習でね、パワーを上げれるので、スピパワー1200とか、まあ、スピード1200、パワー1100で、あと賢さ多めだったらそれで賢さを高めていくという育成もできます。で、あとはね、このカッティングドライブ、この固有も強いです。後で説明するかもしれないんですけども、グラスワンダーとの差はこの固有の差になります。グラスワンダーは、そのね、加速のタイミングとしては後ろにいるときに出ちゃうと、まだ加速しきってないときに出ちゃうことがあるんですけども、ウォッカは発動タイミングがね、加速後に出るので非常にタイミングがいいです。で、あとはですね、一応豪脚があります。ここも強いところなんで、まあ、賢さナイスネイチャーを指したら豪脚乗り換え上手とかもできるというところも強いです。で、他にも強いところというと、まあ、白スキルで乗り換えの下も持ってますし、あとはね、マイル直線もあるというところで、まあ本当にスキル、キーンスキルも無駄がなくて、虹も良くて成長率もいいというね、今回めちゃくちゃ強い馬娘で、ランクでは2番手ぐらいには位置するんじゃないかなと個人的には思っております。はい、なんで一応ね、ここウォッカだけなんですけども、おすすめデッキの方を紹介したいと思います。で、ウォッカ育成なんですけども、先ほど見ていただいた通り、まあ、パワー 20% 補正があるので、例えばですが、スピードに賢さ4とか、こういうデッキでやるのもいいかもしれません。で、特にね、まあ、スピードカードは貫突の SR とかね、まあ、北さん持っていなくてもそこら辺を使っていくという手がありますし、あとはね、青春杯育成の動画でも解説しているんですけども、賢さを複数枚刺すことによって、その体力の回復とかね、しながら絆を上げることができるので、このデッキでも全然強い馬娘が作れます。なんでウォッカ強い馬娘作れないよっていう方は、賢さ4枚とかもね、試してみるのもいいかもしれません。で、もう一つがですね、一応賢さも結構ね、ファインモーションとか強いのが、まあそこそこあるのであれば、そこにパワーを足していくのでもいいかもしれません。これは因子によるんですけども、まあ、パワー因子を持っている場合は、例えば上のデッキでもいいんですけども、パワー因子ないときはパワー1枚差しとか、まあ、特にまあ今回ライスシャワーちゃんはシナリオリンクがあって、シナリオリンクの効果については青春杯育成の動画でも解説してるんですけども、そこでライスシャワーちゃん指すのもありです。なんで、まあここにパワーを足していくとかで、あとはまあ友人カードを指すとかね、このデッキ一番下は結構デッキパワーが必要というか、まあ賢さめっちゃ上振れするってことも必要になってくるんですけども、ここに代理を指して、そこでスタミナを補っていくという手もあります。なんでここら辺の賢さとパワーと友人に関してはちょっとね、入れ替えてもいいんですけども、まあ、賢さをなるべく多めにするというのをやってみてもいいと思います。はい、で、あとはね、ウォッカ育成で、ここは本当におすすめっていうところがあるんですけども、まずここを重視してみてください。後ろの客室で差し、水木丸善介をね、差し切るっていう時には、そのね、マイル適正、まあ、距離適正、これがスピードに補正がかかるので、ここも重要になってきます。なんで、まあ、アンファルハイでね、適正も狙ってっていうのをやっていくのはなかなか難しいんですけども、ここをつけるかどうかで最後のね、その差し切れるかどうかとかにも関わってきますので、マイル適正の S、これをつけるように狙って育成をしてみてください。まあ、水着丸前席とか他の逃げ馬娘育成では、地固めとか緑スキルとかね、コンセントレーションとかいろいろなんか取るっていうのがあって、それに比べて、まあ、差しだと、そのマイル適正を狙っていくっていうのだけになるので、そこはまあ、逃げよりは簡単ではあるかなというところです。で、ちなみに赤印紙は星が多いほど継承確率が上がります。ここを覚えてってください、今回の動画では。なんで、もしあればなんですけども、親にね、これ赤印紙の星3、マイル星3っていうのがついてるやつを使ってみるのもいいかもしれません。で、ちなみにマイル星3ないよっていう方は、フレンドレンタルでその印紙を作るときに、フレンドレンタルでマイル赤が3ついてる、その馬娘を借りて、おじいちゃんとかおばあちゃんにマイル3をつけてみてください。継承確率はこのようになっていて、まあ、星1だと 1%、 星2だと 3%、 星3だと 14% のね、結構な差がありますので、これをね、まあ、気にしてやってみると、さらに強い馬娘が作れるかもしれません。で、ちなみにこれはちょっとアバウトな数字で、まあ、相性とかね、そういうところにもよると思いますので、前後することはあるかもしれません。はい、で、あとはウォッカにつけるべき加速の話をしていきます。
でウォッカにおすすめの加速はまずねレッツアナボリックです。これは、6位で発動します。終盤に入った時にコーナーで6位だったら出るということで、これが一番まあ強い固有とは言えます。特に加速型で行く場合は6位であればそこで最速発動できるということで、一番強い固有と言えると思います。これを継承していくのがまずはおすすめです。であとはね、豪脚乗り換え上手とかはね、豪脚は自前であるので取っていく。で乗り換え上手に関してはまあそのサポカの構成にもよるんですけども、ナイスネイチャーとかをさせるんであれば取っていくとかね、ここら辺から3つの加速は取っていきたいところです。であとは足せるのであれば青春力ですね、点火燃焼、点火でもいいので力を積むっていうのもありかもしれません。であとはね、ここにはキープイットリアルという、ゴールドシチューの固有出してるんですけども、これはまた別の解説をするために、言っています。なんでここで字幕では書いてるんですけども、これは別に受け継ぐべきという意味じゃないです。他の馬娘が固有で持ってる中ではワンチャンあるのは一応キープイットリアルかなと思っているということです。であとは嫁マヤのトップガンとか後から解説するんですけども、そこら辺については今回の差し馬娘の中でもまあ使える固有になる場合もあるかなというところです。まあ、ここ何が言いたいかというと後からも言うんですが、モンクエルとかの固有は加速で最終コーナーなんですけども、ちょっとね早く出ちゃうということで、モンクエルはまあベストのタイミングで発動することも稀にあるんですけども、なかなか難しい。その中ではこのキープイットリアルと嫁マヤの固有、後ろで発動するパターン、それがいいかなということを表示しています。はい。で次に私がまあ強いと思う馬娘なんですけども、メジロライアンですね。これは先ほどねアナボリック継承するって言ったんですけども、まあ、本体のアナボリックということで、これはもうね発動すれば一番強いということでおすすめに挙げております。でこれもマイル適性がね C なので、まあ上げやすくはあるということで、マイル印象を積んでね、ここを A にして育成していってください。であとはメジロライアン強いところがこの成長率ですね。パワーに 20% そして賢さに 10% があります。なんでまあここもね本当に成長率も無駄がないということで、もうメジロライアン本体が非常に強いかなとも思っております。であとねこれメジロライアン強いところなんですけども、上り竜という金スキルがあります。でこれもまあ終盤の方で一上げに使っていくという場合いいかなと思っていて、まあ、その場合ねアナボリックが出なくなっちゃうとかあるんですけども、例えば青春力とかね、まああと一陣の風とかも予備で積む場合なんですけども、位置取りをね賢さ上げて前の方にいてアナボリックを捨てる感じのメジロライアンっていうのも一応ありかなと思います。なんでまあそういうところで、まあ賢さ爆盛り型上り竜も積んだライアンで、加速は他のねアナブリック以外で勝っていくっていう線もあります。であとはねウォッカ、ライアンとか他の差し馬娘にあとおすすめの固有っていうのもあるんですけども、まあそれがですね次に解説するオグリキャップですね。オグリキャップの勝利の鼓動という固有スキル、それも、残り 200m で有効に発動して速度が上がるので、勝利の鼓動とかを積んでいくのもありです。で他にもですね、まあ一応おすすめ固有としてはさっきのは加速を表示したんですけども、まあ、他に不沈感とか中盤押し上げで中盤前に出る賢さ型っていうのもありまして、まあ、例えばそのねスキル構成はその好みになって全部は取れないんで、まあ、タイプの違いになるんですけども、まあ、不沈感とかをつけてウォッカだったら上がっていく型も、中盤押し上げてね前の方に行く型っていうのもありだと思います。ライアン本体の場合は、まあ、アナボリックにねかけるガチャっていう感じもあるので、まあ、そこは加速を何個か積んでねいい順位を取れるようにしていくっていうのがありかなと思います。はい。で次に画面の都合上こちらに映しています。次がですね、まあ、オグリキャップ、こちらの馬娘もおすすめです。先ほど紹介したこの勝利の鼓動ね、これを本体で持っております。本体で持っている場合効果がこれはめちゃくちゃ段違いになるので、そういうところでオグリキャップをしています。これ虹のまま使ってさらにすごく上がるっていうね固有スキルなんで、この固有が自分本体で使うという強みがあります。でさらにオグリキャップは最初からマイルが A で差しも A あるので、これ差し育成してください。で成長率がスピード 20% パワー 10% と非常に優れています。なんでステータスも盛りやすいという感じ、そこでオグリキャップは強いというふうに言っています。ちなみに金スキルなんですけども、曲線のソムリエはいらないです。これは取らない方がいいと思います。で今回は差し育成を紹介しているので、食いしん坊についても取らないスキルとはなります。なんで白スキル自前のとか金スキルはまあいいものはないんですけども、そこは青春爆発とあとサポートカードからねコーナーとかをもらったりして育成するのがおすすめです。
で基本的にね今回紹介する上の方にいるのは差しとか追い込みになってたりするので、さっきのね、加速スキル説明したやつで、まあアナボリック積むとか、あとは乗り換え上手ですね、オグリキャップの場合は。であと青春力とかも積んだら、まあそのね加速何個かで、上がっていって、あとは自分自身のこういうスキルで決めるということです。はい、で次がですね成田大神となっております。成田大神に関しては結構まあちょいちょい見るかなっていうところです。個人的にはこのゴルシと成田大神がこれ追い込み枠なんですけども、大神は少しねバグに突っ込み気味かなというのがあります。なんでここ追い込みの馬娘育成で、まあ、注意してほしいというかね、重視してほしいというところが、一応ね賢さをかなり上げるということを重視してもいいと思います。でもう一つなんですけども、一応ね中盤スキルとかも結構持っていくのがいいと思います。でこれなぜかと申しますと、この追い込みで勝つ目っていうのか、このね迫る影とか、あとね直線一気、このスキルで加速をしていきます、追い込みの場合は。でこの迫る影、そしてゴルシの場合直線一気をつけるんですけど、この直線一気とかに関しては順位の条件がありません。さっきのライアンとかだったら6位とか6番手とかね、合格だったら5番手以下の時っていう条件があるんですけども、この直線一気に関しては順位の条件はなくて、最終直線に入っているか終盤にということになっています。なんでこれは順位の条件がないんで、大神とかゴルシで勝ちたい方は中盤めちゃくちゃ前の方に行くっていう、それが重要になります。それでこの賢さを盛るとか、あとはマイルコーナーとかね、コーナースキルで上がってきたとかね、いろんなそういう中盤の速度スキルを積む、そういうことで順位ねもう上の方にいて、最終コーナーではもうかなり前の方に行って、で直線に入った瞬間、そこでこの迫る影とか直線一気を出していくっていう使い方が一番強いです。なんで追い込み馬娘で勝つ場合は、もう中盤と賢さを盛りまくる、そして順位に関係ないこの直線一気迫る影で加速していくというのが強い使い方です。大神のちょっとねきついところは、一応この根性が20っていうところですね。スピード10はまあいいんですけども、ここ根性20であるのと、あとまあ育成イベントでやる気とかがね下がるイベントあるんですけども、そこを乗り切るっていうところがちょっと難しいかなとは思います。はい、で同様にねおすすめ娘としてはゴールドシップがあります。ゴールドシップはマイル C なので、もう短距離以外ゴールドシップはもういけるなっていうところがあります。なんでゴールドシップに関しては入手難易度としてはね、星3の大神よりも入手しやすい。であとはねこの不沈干ばつ病、このスキルで中盤押し上げていくっていうね、先ほどの勝ち筋の理想的な固有スキルを持っているので、そこでも評価が高いです。なんでここではまあその直線一気をねまずつけていくっていうところ、であとはまあ不沈干で、あと中盤スキルね、先ほど申し上げたコーナーとか上がってきたとか、いろんなねまあ中盤の速度を取っていく、で前に行って加速していくというところが重要だと思います。でゴルシもね結構勝ち目があると思います。まあ、特にこの追い込みに関しての解説については、まあ差し2プラス追い込み1とかいくっていくとかね、そういう使い方の構成もあると思います。構成についてはまた動画上げれたら上げたいと思うんですけども、まあ明日が一応アグネスデジタルの動画になるから、ちょっとねいつ上げようかなっていうところあるんですけども、まあゴールドシップもね今回の条件でも強い馬娘だと思います。はい、続いてがセイウンスカイです。セイウンスカイはその水着マルゼンスキーとの戦闘争いになるんですけども、戦闘を取れればまず強いです。それは自分のアングリングスキーミング、これが虹で使えるというところなんで、戦闘を維持できるのであればそこからぶっちぎっていって非常に強い馬娘だと思います。でこのね賢さ 20% の補正も強いので、セイウンスカイは例えば賢さカード2枚とかでもね1200とかを狙えたりもすると思います。まあ、それも賢さの上振れによるんですけども、ここで賢さを上げていくのと、あとね脱出術を取る、自分で金スキルで中盤の金があります。であとはもうコーナーとかね他のスキルも取って、まあ戦闘をなるべく取っていく、そういうところではセイウンスカイもね実際出してみると勝率はまあまああるかなと思います。まあ、特に本当の実戦まで考えると、水着マルゼンスキーが毎回いるということではないと思うので、セイウンスカイ自体はかなり強いと思います。はい、ということでね、ここの上に表示されている馬娘は非常にね強いという評価をしております。でここから下の馬娘、そしてあとは紹介されてない馬娘も別に弱くて勝てないわけではないんですけども、ちょっとね時間を節約するためにここからは表で解説していきます。で時点でですねグラスワンダですね、
グラスアンダーについては、まあ、ウォッカーの次の時点かなというところです。一応ねその自前で乗り換え上手を持っているので、合脚を取れるオグリキャップのサポートカードを刺すことで合脚乗り換え上手っていうのができるんですけども、先ほども言った通りちょっと固有スキルのタイミングっていうのがウォッカーとかオグリキャップの方が速度スキルのタイミングが優れています。なんで少し落ちているんですが、グラスワンダーも成長率が良かったりするので全然勝ち目あります。まあ、なんなら後ろのこの差しとかの脚質はその加速がタイミングよく出るかどうか次第なので、別にグラスワンダーめちゃくちゃ勝つっていうことあります。なんでまあそこら辺はね好みもありますし、あとはね両方採用でもいいので、まあ、グラスワンダー育成していくっていうのはありだと思います。なんでまあこれについてはね上に入れたいっていうのもあるんですけども、まあやっぱり上になるのはウォッカかなということで B にしているっていう感じです。であとはねここからまあ差しにまとめてねカテゴリーとして紹介するのがさっきのねゴールドシチエです。ゴールドシチエに関してはさっきのね固有スキルがまあ上手いところで出るかどうかがかなり運となります。なんですが、まあ、一応ね遅めに出れば有効になるっていうところもあるので、まあ、そこら辺運になるんですけども、今回ウマ娘の中ではありかなと思います。はい、でちょっとね早めに行くために言うと、まあ、固有はいいタイミングで遅く出ればいいかなっていうところで、パワー補正10があります。でマイル A です。今回この表に載ってないのはその適正が F ランク以下とかだとかなり厳しいっていうのがあるので、そこは載せてないという感じです。もちろん魔改造すればいけるんですけども、やっぱりF とかね、G とかの適正だったらもう厳しいものがあるので表に載っていないというところがあります。で7位あるところなんですけども、まあ、阪神レース場これも使えます。であと乗り換え上手自前で持っています。なんでそういうところでは、あとねこのスリップストリームとかも結構使えるっていうところで、まあ、こういうスキル面ではかなりいいと思います。まあ、一つ残念なところとしては根性20があるんで、それさえなければこの適正面も非常に素晴らしいところがあって、まあ普通に強い馬娘だと思うので、まあ7位持ってる人ねあんまり育成してる人がいないんでルームマッチで見ないかもしれませんが、結構いける馬娘かなと思っています。はい、で次にね前のトップガンなんですけども、まあ2種類あるんで2種類説明します。でここら辺が一応差し枠のカテゴリーです。でこのフラワリーマニューバー、これが後ろの方で抜かすと、加速スキルとなります。なんでこれがまあそのモンクエルとかと比べては遅く出ることがあるので、まあ、そういうところで有効にところで出ればというところで、まあ、ゴールドシチエと同じような枠です。でマイルをねちょっと上げないとダメだっていうところとか、まあ、適正上げるのがちょっと難しかったりするんですけども、一応ね固有の強さ的にはここに入るかなというところです。はい、なんでモンクエルに関してはこれ、ちょっと下がるかなと思ってます。これモンクエルじゃなくて通常 L としてここでは表示しております。なんでカテゴライズすると、まあ例えばここをねこう囲むと差しの枠でいけるかなっていう娘になっております。で次にこの囲みですね。この囲みは一応先行馬娘というふうにカテゴライズしています。なんで通常前のトップガン、まあ、これが一番、先行の中ではあるかなと思っていて、まあ、固有スキルが、まあ、複合型で速度と加速が上がるんですけども、それがうまいタイミングで出れば先行馬娘の中では一番強いかなというふうに思っております。でエルコンドルパサーがこれが通常衣装というとこを言いたかったんですけども、通常 L は固有自体は強いです。もし L の固有がめっちゃ出せる位置に行けるんであればエルコンドルパサーは普通に勝ち目があります。なんですけどエルコンドルパサーの固有は2番手に上がんないとダメなんで、2番手になるのがね今の環境だと結構厳しかったりする、そういうところで少し落ちるかなというところです。でバックシーンを思う固有スキルが非常にいいで成長率もいいというところで、まあワンチャンあるかなというところではあるんですが、まあ先行自体が厳しいというところですね。で同様にエアグルーヴ、これも、ゼクシーの方です。嫁エアグルーヴ花嫁の方なんですけども、固有スキルね中盤で速度出せるので先行としては強いかなと思います。でカレンちゃんも、先行枠です。カレンちゃんはちょっと下にしてるのは成長率めちゃくちゃいいんですけども、固有スキルのその発動率ですね、順位条件がちょっと厳しかったりするので少し下げてるというところです。まあ、ここら辺はね先行馬娘を勝たせたいという面で使っていくので、まあ推しキャラだったらまあ普通にねちょっとワンチャンあるのはここのエアグルーヴカレンちゃんも強いと思っています。ただまあ先行自体が厳しいという話です。はい、で次にまあこういう風に囲むと一応まあ逃げ馬娘枠かなと思います。で桜爆心王を逃げにする自体は中盤漏れて結構強いと思います。
水着マルゼンスキーの五感バージョンみたいな感じにも一応は思えるんですけども、水着マルゼンスキーが飛び抜けてるのでちょっと、まあ、逃げ自体が落ちているっていう感じです。セイウンスカイの固有を受け継ぐっていうのはみんな同じなんで、そこでこういうね序列になっています。でスマートファルコンなんですけども1段下げています。スマートファルコンを1段下げてる理由は、まあ、一応ね芝適性を盛るのがきついっていうのもあるんですけども、それ以外にも一応ねスマートファルコン固有が序盤に出ます。で序盤ちょっとリード取れたりはするんですけども、まあ、それ出せるかどうかっていうのも結構水着マルゼンスキーもね地固めとかマイルの支配者とかで前に出たりします。なんでそこで花に立てない可能性が結構ね水着マルゼンスキーの登場で増えてきているというところで下がっている。であとは花に立って固有を出した後でも水着マルゼンスキーグッときて中でね中盤から抜かされるという可能性もあります。なんでスマートファルコンはね以前の水着マルゼンスキーがいない環境キャンサー杯の時とかではその蓋としても優秀だし、そのままアングリングスキーミングで勝っていくっていう強い評価だったんですけども、今回のバルゴ杯では少し落ちているかなというところです。まあ、実際ルームマッチでやるとスマートファルコンはねちょっときついかなっていうのがそのハイレベルなルームマッチではあります。で同様にダイワスカーレットも、その逃げに適した固有ではあるんですが、その先頭に立つという条件を満たすのが難しい、その点で下に下がっているということです。はい、であとはね差し枠でまだ説明していなかったこの3キャラについていきたいと思います。でキングヘイローについても育成難しい面を乗り切ったら固有はまあかかりがないオグリキャップみたいな感じなんでワンチャンあるかなというところです。なんですがそれに関して言って固有で比べるんだったら、じゃあオグリキャップを使った方がそのかかりとかね手遅れとかの面がないので、そうしたらオグリキャップの方が強いかなっていうところでこの位置になっております。まあ、勝ちを狙っていくならキングヘイロー差しっていうのもまあ普通にね固有も出て勝っていく面はあると思います。で次に待ち金服来たる、これはフルアーマー服来たるを表示しています。でフルアーマー服来たるは結構あるかなとは思っています。フルアーマー服来たるは一応ねまあこの固有スキルで中盤打ち上げできます。だからゴルシのちょっと短いバージョンっていうところで差しで普通に使えると思います。ちなみにあとは右回りもありますし、あとはねシナリオリンクキャラクターとかでもあるので、そういう点でね強く育てることができます。ちょっと残念なところが根性 10% とかね、あとここら辺がパワーについてたりするともっと強いって言ってたりしたと思うんですけども、まあ、そういうところでちょっと落ちています。であとは金スキルがこれ両方ともなんですけども、かっこ長距離というふうについています。なんで今回この金スキルを生かすことができないという面で少し下がっているところがあるんですが、まあ待ち金服来たら普通に仕上げて加速つけて差しで運用した場合は普通に強い可能性はあります。まあ使い勝手的にはゴルシみたいなところになると思うので、このランキングにも入れているということです。はい、であとはね成田ブライアンですね。成田ブライアンはまあ普通に育てたら強いと思います。まず固有スキルも早め発動で位置取り押し上げにできます。コーナーで追い抜くという条件なんですけども、コーナーで出て押し上げに使えます。で一応成田ブライアンの私の推しポイントとしてはこの全身全霊があるというところです。これは一応ね、まあ、固有受け継ぐならオグリの固有を受け継ぐのがいいっていうのがあったんですけども、あとはねその最終の直線で出るっていうのでは末足とかこの全身全霊を取るっていうのも非常に強いと思います。でこれで、まあ、マイルをね S にして距離 S と最終の速度をつけていくっていうので勝ち筋あると思います。なんで成田ブライアンは結構強いティアに入るかなと思っています。これで補正がパワーとかね賢さとかあったら、まあ、さらに上に行けたかなっていうところもあるんですけども、まあ、あとはシナリオで強いね上級のレースを選べばそこでもねスキル結構もらえたりするので、そこも強みです。なんで成田ブライアン持ってる人は、まあ、ルームマッチでねウォッカとか、まあ、そのライアンとかオグリとかばっか見るからあんまり見ないかもしれませんが、普通に成田ブライアンは強いと思うので育成してみるのもありだと思います。はい、ということでこのようになっております。で一応ルドルフが入ってないのなんでとか思うかもしれませんが、ルドルフはちょっとねスタミナ補正でまあスピードパワーを上げにくいっていうのが一つと、あとはその固有スキルすごく上がるなんですけども、最終直線の最初に出ちゃうっていうところで、まあ、その時は加速中っていうところがあるので少し下げています。まあ、別にその差しだったら、別にルドルフでもいけなくはないと思いますし、あとはね入ってない娘の中には適性がきついっていうのとかもあったりします。であとはね必死アマゾンとかは適性あるんだけど入ってないっていうのは、まあ、ちょっとねゴルシの方が固有がやっぱ強いかなとかね、
まあそういうところで入ってないです。ただしやっぱり追い込みコーナー、追い込み直線あるので、シアマゾンとかも全然行けたりはすると思いますし、まあ他にはそうですね、まあ TO の差しとかそういうところもありかもしれません。他にね、この馬娘も強いよっていうのがあったら、ぜひともコメント欄に書いてみてください。ちなみに俺個人的にやりたいのはうららちゃん出したいんだけどな。まあ他にもね、適正でね、キャラ愛で出す人はいろいろいると思うんですけども、うららちゃんマイル B だからさ、今回いけるいけるんじゃねえと思ってちょっとね作りたいところはあるんですけども、まあめちゃくちゃ強い差しの因子ができたら、うららちゃんで俺ちょっとちゃんみ、まあ決勝出すかわかんないけど、予選で出せるようなうららちゃんを作りたいとは思っております。なんで別にこの表にいないからといって、まあ弱いわけではないので、まあいろいろねコメントください。で、あと最後に補足としては、マグネスデジタルがどこに入ってくるかマジで気になりますね。これは本当にね、固有とか成長率とか、まあいろいろ金スキルとかでも決まってくるんですけども、固有がめっちゃ強ければ、まあ、加速とかだったら普通にここら辺に入ってくる可能性もあるし、まあさらにね、終盤でいきなり出るライアンのなんかもっと強い版だったらめっちゃこう入ってくるとか、あと先行で使えるんだったらもう環境がガラッと変わるんでね、ちょっと明日の実装にも、期待しているところではあります。多分まあ差し系の固有だとは思うんですけども、まあ普通に強い可能性かなりあると思うので、明日も期待しています。明日ね、アグネスデジタルの動画とか、あとパカライブの動画とかも上げますので、そちらもぜひともチェックしてみてください。ということで、のっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次のウマ娘動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。